今週もお疲れ様。せーの、カピコヤラジオ。どうもカピです。小池です。はい、はい、こんばんは。はい、こんばんは。本日は8月28日月曜日に収録しております。はい、はい、8月が終わりそうです。もう、はいね、配信は9月1日ですよ。これ先月もこの同じ話してるからやめようか。でもね、そう、同じ気持ちになっちゃうからね。どうせ月末になりますな。なんかね、だって月末だもの、うん、月末だもの。はい、そう、まあね、そんな感じで夏がね、本当に終わるって感じですよね。8月が終わると早いわ。ね、もうつくつく帽子が鳴き始めてますよ。あら、つくつく帽子って言ってる。周りで言ってます。まだ出会ってないわ。あ、ほんと？ほんと？うん、泣き泣き散らかしてるよ、つくつく帽子が。つくつく帽子出会いたいな。やっぱあれ聞くとなんか、あ、終わるんだなという感じがします、ね。夏の終わりですね。夏の終わりを感じます。森山直太朗さんの曲が聴きたくなりますね。どういうやつ？夏の終わりってやつか。ちょっと声でんかった。今すっとでんかった。あ、それね。そう、それです。はい、雰囲気が合いますな、この季節。そうですね、うん、はいはいはい、はい、ということで、はい、ですね、私の父がですね、ほいほい、新聞を読む人なんですけれども、ほいほいほい、まあ、突然今話始まっちゃいましたけどいいよ。で、私新聞撮ってないんで、うちは、はいはい、はいはいはい、なんかね、この記事はいいなとか父が思うと、その、うん、なんかそれをね、喋って家族 LINE で送ってきたりとか、うん、うん、いいやん。なんかたまにこの実家行った時にその切り抜きを用意してあって、これよかったらみたいな感じで渡されたりとか、やないよ、うん、そうするんですよ。で、この間実家行ったら、うん、2つ溜まってて、なんかそれが、うん、ほう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 、これよかったらっていうのが、同じ日の新聞で2ついいのがあったんですよね、うん、ほいほい。で、今日ちょっとその話がしたいんですけど、はいはい、1個が社説 の、うん、ね、臨床教育学を専門とする大学の増田修司教授っていう方の65歳の方ですね、の、記事で、タイトルが信じられる大人がそばにっていうタイトル で、 ほうほうほう。でどういう内容かというと、ですね、うんうんうん、これが私がね、まあ、小焼けといったら、小焼けが好きな映画といったら、ボヘミアン・ラプソディ、そしてスタンドバイミー、はい、こちらはもうおなじみでありたい内容ではあるんですけれども、この方は今回このスタンドバイミーを取り上げてお話をしてて、ほうほうほう、はい、で、まあ、小説、あれもともと小説なんでね、うん、映画じゃなくて、あ、そうなんだ。スティーブン・キングっていう方の小説なんですけど、ほうほう、あ、私、うん、一応小説も読んだんですけど、あ、さすが、あ、もう大好きなんでそれはさすがですね。で、はい、まあ、お話ってカッピー見てないから、ちょっとさらっともう一回改めて言っておくと、はいはい、男の子4人がね、夏休み最後の週末になんと40キロも離れた森への1泊2日の旅をすると、うんうんうん、冒険をするっていうのがそのもうお話なんですけど、だからなんかね、その好奇心、子供たちの好奇心とか勇気とか友情とか、そのね、みずみずしい少年たちのみずみずしい生命力みたいなのがすごい描かれてて、こう感動するものなんですけど、今回その特にスポットを当ててるのは、そのお話って少年たちのそのみずみずしさだけじゃなくって、反対に子供たちの敵としての大人の姿っていうのをものすごく描かれてるよねっていうことをこの人は言ってて、まあ、特に映画が好きなんで映画の話になっちゃいますけど、本当にそうで、あれってもう容赦なくね、主人公の4人たちの心をこうに深い傷をつけるような大人たちがいっぱい出てくるんですよ。で、なんかまあ普段はもうそういうことって心にすごい抱えてても、やっぱ子供たちってあんまり言えないじゃないですか、うん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 、言えないんだけど、その旅の中でね、その、うん、お父さんがねとか、この間学校の先生がとか、うん、こう自分たちが傷ついたその思いとかをこう親友に吐露するシーンとかがあったりして、うんうんうん、もう演技力もすごいから、あの子たちの、あ、はいはいはい、涙ながらに話すシーンとかも、私もあれ何万回見ても毎回泣くんですよ
抱きしめてあげたくなっちゃって本当に、うん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 、もうそのぐらいあの、まあ、大丈夫ですか、泣きそうになってないですか。あ、ちょっと思い出し泣きしそう何回泣いとんねんって感じですけど、うん、多分みんな思って本当にそう泣くんちゃうかって本当に胸が詰まるシーンなんですよ、うんうん、もうそれだけあの勝手な大人たちがすごい出てくるんですよね。で、うん、実はねその作者 の, ス, タンあのスティーブン・キングもあの、うん、2歳の時に父親が借金を残して失踪して母子家庭で文章を書き始めた。だから自分自身もその大人に苦しんだ作者だったんだよってことを書きつつ、でこの松田教授が言いたいのは それをあの一昔前の小説の中のアメリカの話って片付けちゃダメだよってことを言って、あ、はいはいはい、ね、もう今あの問題やっぱり問題行動を起こす子どものほとんどが、うん、こう家庭にこう困難さを抱えているんだっていうことをこう提唱しながらね、うんうんうん、最近国はこの子育て支援の充実を掲げてこうデジタル化、ね、をすごい学校改革みたいな感じで進めてるけど、うんうんうん、もう家庭 の, その金銭負担を軽くするとかもうパソコン教材で興味引くとかそんなことだけでは子どもの不調は解消できないよみたいなね、うん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 、でスタンドバイミー、つまりそばにいて子どもがなかなか言えない言葉の重みを受け止めたい、うん、そして身近なところに信頼できる大人がいるよと言える社会を築いていきたいのですという締めくくりの素晴らしい素晴らしい記事なんですよ、うん、すごい素晴らしい記事でもうあの、うん、映画ファンとしてはね余計にねあもう本当にあの時のあの子たちのそばにそういう大人をいさせてあげたかったみたいな、なるほどね、なんだ私が走ってあの場で抱きしめに行きたいと何度思ったことかという、ね、思いで、ね、おりましたから、うん、もうやっぱりこの記事はすごい、やっぱりその信頼できる大人の存在っていうのが子供にとってどれだけ大事かということを、うんうんうん、思った矢先ですよ、ね、はい、矢先続きまして私さっき2つあると言いました、はいはい、もう1つの方なんですけれども、うんうん、これがですねなんとそのちょうど親のその思いというか親に苦しんだという当事者の方の記事だったんですよ。それがタイトルが人生で一番泣いた日というタイトルで、ね、はいはいはい、僧侶お坊さんですね、お坊さんであり、はいはい、作家でもある本を書いてる人でもある、はいはい、草薙龍春さんという方なんですけども、はいはいはい、この方の記事なんですよねこれがね。で、はいはい、その、ま、あの自分は3人兄弟の一番上で生まれたと、ほう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 、で父は地方公務員、うんうん、母は保育士なんだけど、うんうんうん、その父がもう自分自身が、うん、お父さん自身がすっごいこの受験の失敗っていうのを引きずってて、はあ、はいはいはい、劣等感挫折感もう抱えに抱えて屈折してる人だったと、はあ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 、すごい神経質でもう子供に対しても過干渉な父親、はい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 、物心ついた時からもうこの人はちょっとお父さんのそういうところを受け入れがたいみたいなところがあったと、うん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 、で、まあ、ある程度大きくなってからやっぱりちょっとねその親をこれ以上受け入れられなくなってこう、うん、家をね飛び出して、はいはいはい、であのもう全然こう親とこう関わりを持たない人生を送ってきたんだけど、ほう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 、だけど41歳の時にやっぱりね親子だからやっぱ最後は仲良くしたいなとか、うんうんうん、今だったらもしかしたら分かり合えるかもっていうちょっと期待を抱いてお父さんに会いに行くんですよ、ほう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 、会いに行ったんだけどもうお父さんはその挫折感後悔怒りみたいなのが、うん、なんと以前よりも激しいものになってなんとほうほうほう、で人間って人生が思い通りにいかなくて年を重ねることで逆にその人の負の部分が強くなることがあるんですねとこの人も言ってるんですけど、ほう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 、でその人生で一番泣いた日っていうのが最後そのお父さんに車で駅まで送ってもらった時に、うんうん、もう本当にこう親子の関係を続けていくことっていうのはもう本当にできないんだなって、うんうんうん、もうこれが本当の別れなんだっていうのを、あーなるほどね、受け入れた、うん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 、初めてこう自分の中で本当に受け入れた、今まではその、うん、ずっとね親を苦しめてるっていう罪悪感があったんだ、自分離れてる間反発して離れてるんだけど もしかして自分はすごく親不孝をしてるんじゃないかっていう罪悪感、うん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 、苦しんできたんだけど、いやもうこれが本当の別れなんだ、もう本当に自分の人生をここから歩んでいくんだって、ようやく長い夢が覚めましたっていう、うん、その瞬間に自分が一番泣いた、まあそうだよね、
そう、だからそのね、これあの全然一番泣いた日っていうのはてっきりすごいいい話かと思ったけど、うん、実はそうです、ね、切ない切ない涙が涙ので、まあこの人はね、そのまあ今お坊さんなんですけど、うん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 、あのたくさんのものを捨ててきましたと、家も捨てるという罪も犯しましたと、うんうんうん、でもそうしなければ生きていけなかったんだと自分は、ああまあそうね、うん、で今も悲しみは残ってるけど、うんうん、せめてこの命を世の中の人に最大限に生かしたいと、ほう、でそれが仏道に立った自分の罪滅ぼしであり、はようやくたどり着いた命の生かし方ですという締めくくりで、すごいな、終わっておりまして、ほう、このラストめっちゃかっこいいじゃないですか、かっこいい、はあ、そこでその親との別れ、じゃあ自分の人生を歩くってなった時に、うん、そのじゃあ自分の好きなように生きているじゃなくて、世の中の人たちにこの命をこう還元していくみたいな、うん、ね、風になる、すごいラストじゃないですか、うん、でも私はこのラストが最初全然入ってこなかったんですよ、ほう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 、もうあれ最後って結局何だったっけってなっちゃったんですよ、あ、はい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 、はい、なんでかと言いますと、なんでかと言いますと、この方あの、うん、その新聞の、ね、小さい記事の中なんで文字数の制限とかも多分あるんですけど、ある、うんうんうん、あのその反発してる機関のこともざっと経緯が書いてあるんですよ、うん、ああそっかそっかそっか、こうしてこうしました、でこの後こうして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 最後父に会いに行きましたみたいな経緯がざっと書いてあるんですけど、うん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 、その内容がやばい、やばすぎてあ、そうなんだちょっとこの草薙龍春さんという方のその経緯をちょっと軽くお話しさせていただいてもよろしいですか、うん、もうはいはいはい、はい、この方、まず中高一貫の進学校に入るんですよ、うん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 、中学受験ですね、だからね、うんうんうん、でまあおそらくまあ A とこの学校ですよ多分ね、うん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 、A 学校なんですよ、もうすごい学校だから、うんうんうん、中高一貫でそのね見えの張り合いのような勉強が続いたと、はあはあはあ、みんなのプライドがバチバチだったんですよね、もうみんなすごい見え張っちゃってみたいな仲だったんですね、うんうんうん、きっとね、でそこに疑問が湧いて、うんうん、で、まあ、お父さんへのそういう気持ちもともとあった子だしね、うんうんうん、もういい、自分の人生の責任は自分で取ると、うんうん、中3の2学期で中退するんですよ、おーすごい、中高一貫入って中3の2学期で中退するってすごくないですか、まず、うん、すごいすごい決断、すごい決断ですよ、そしてです、ねうん、なんと16歳の夏に家を出て一人で上京するんですよ、おーすごい、で年齢をごまかしてアパートを借りるんですよ、おーすごいね、で 夜公衆電話で実家に電話したら、お母さんがで実家に電話して、うん、でお母さんに、あ、うん、あのもう帰らへんからってことを言うんですよ、うん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 、そうするとお母さんはね泣きながら頼むから帰ってきてって言うっていう、うんうんうん、帰らないんですよ、でもこの人、うんうんうん、だ多分すごいアルバイトとかめっちゃ年齢ごまかしてアパート借りるぐらいだから、うん、本当にすごい行動力、自分でたくましく生きていくしかないじゃないですか、うんうんうん、でですよ、その後独学で大学入試検定を受けて東大に入ります、うん、すげえすごいな、高校行ってないんですよ、高校も塾も、うん、すごいな、で多分生活費のためにバイトしてるじゃないですか、うんうんうん、でも大学東大行くんですよ普通に、すごいねこれまずここまで強烈な内容がサラサラサラって書いてあるんですよ、うんうんうん、全部こうやって、うんうんうん、その後、ね、独学で大学入試試験検定を受け、入学試験検定を受け、うん、入学資格検定を受け、東大に入りましたが、うんうんうん、そして、自分が辞めた進学校と同じ空気に失望しました、あー恵まれた立場にありながらプライドを満たすために生きているようにすら感じられました、あ自分のプライドを満たすためだけにみんなが生きているような感じがしたと、うん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 、東大に入ってね、うんうん、で、まあ、お金にしろ地位や頭脳にしろ世の中のために生かすという発想を持たなければこの社会は絶対に変わらないと思いましたと、うんうんうん、すげえ、そうなるんだ、うん、そうなるんだって思いますよね本当に、うんそうなるんだみたいな、うんうんうん、伊達にここまでの人生歩んだ人じゃないな、うん、みたいな、素晴らしい、うん、そうならないから、ちなみにこの、うん、そうなんですよ、うん、で私その周りの人たちそのプライドや見栄がこう優先しちゃう人たちが、うん、なんかどっちかいうと普通っていうか、うんそうだよね、だって東大行ってるしみたいな、うん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 、恵まれた環境で育って東大行ったらそうなるよね普通はね、うん、普通は、うん、人間ってもっとそういう愚かな生き物だと思うんですけど、うん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 、すごい高尚な方、すごい素晴らしい、そういうことを思ったんですよね、うん、
はい、でちなみにあの私その高校16歳でこの上京して飛び出したっていうのをこう読んだ時に、うんうんうん、あの中学を中退してね、うん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 、まあくどいようですけど少年の歌っていうねブルーハーツの歌の、はい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 、あのまあ誰のことも恨んじゃいないよ、ただ大人たちに褒められるようなバカにはなりたくないとか、別にグレてるわけじゃないんだ、ただこのままじゃいけないってことに気づいただけさ、うん、みたいな、うん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 、ドアを開けても何も見つからない、そこから遠くを眺めてるだけじゃみたいな、うん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 、この少年の歌も BGM が完全に頭の中で流れたんですけど、はい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 、こういう人の歌だよなこれってとか思って、うん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 、なるほどね、ただの小さな反抗期がこれを聞いて分かったような気になっちゃダメだよということで少年たちに、うん、私中学校の時一瞬こう間違いかけたあの恥ずかしい黒歴史があるんでちょっと言っときますけど、こういう人の歌だからねみたいな今思えばねこれ半端ないわこれ、うん、これこう少年の歌ヒロトもだからこういうこれぐらいの感じだったんだろうなとかちょっと改めて思ったりしながら聞いたわけなんですけど、うんうんうん、でまあ話を戻しますと、はいはい、卒業後ねいろんな仕事をしましたがと、うんうん、ねこのいろいろな仕事っていうのも一個一個ねもう一個一個教えてくれよとここまで来ると思ってくるんですけど、うん、何したん、ね、何されたんですか、もう今日言われちゃってるから、ね、文字数がもうそうそういろいろな仕事ってなんやねと、うんうんうん、見てたんですけど、うん、まあでも実家には背を向け続けて、うん、でもうどうしたら自分がどうやって自分は生きたら納得ができるのかっていうのはずっと分からない中で、うん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 、もう親子との関係は修復できなかったんですと、うん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 、そんな中29歳の時に母が亡くなり、うんうん、ね、でなんと30代半ばで財産すべてを処分し、ほうほう、誰にも何も言わず日本を離れ、はあ、そしてインドで出家しました。すげえもう笑っちゃいますよ、ちょっとすごいわ、半端ない、うん、半端ない、うんうん、でまあそこからねあの数年して日本に戻ったのは41歳 でさっきの冒頭の話に戻るわけなんですけど、うん、お父さんに会いに行ったという、はい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 、だけど、まあ、まあそれは入ってこんわな、入ってこんやろ、仲がすごくそう、ちょっと待って一旦ちょっと、うん、止まろうかってなる瞬間がなんかこの記事の途中で何回もあって、うんうんうん、えやばくないみたいな、うんうんうん、半端すごくないみたいな、うんうん、すごすぎ、でまあこの人はね、うん、その結局その親とも分かり合えず、うん、でもそうすることで、うん、自分のね本当に自分の道を進もうと、で自分がどうすればいいかっていうのをずっとねあの自分がどう生きたらあの納得するのか悩み続けてっていうことも書いてあったけど、うんうん、最終的にはあもう自分は仏道に立った自分としてねこの、うん、ようやくこうね命の生かし方を見つけたんだと、うんうんうん、この命を世の中の人たちに最大限に生かそうと、それが自分の生きる道だという、うん、ところにたどり着きましたという記事なんでございますよ、はいはいはい、あすごいっすわ、もうぐうの音も出れないぐらい素晴らしい人じゃないですか、はい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 、で、まあ、さっきのそのねあの、うん、スタンドバイミーの方の記事でですね、うんうん、信頼できる大人がそばにいるね、うん、信頼できる大人がそばにいることが子供にとってどれだけ大切なことかみたいなことをね、うんうんうん、すごい書いてある記事を読んだ後にですね、うんうん、この信頼できる大人がずっといない中でこんなに素晴らしい道をこう切り開いてしまった人の記事を読んでですね、正解ってなんだと、まあねその人その子によるよねこうそうそういうことだよね、うん、本当に、うん、そうで何が一概に言えないよね本当に正解なんてない、結局、うん、結局お父さんが結局この最後まで自分のことを分かり合えなくてこの悲しみがあったからこそこの人生にたどり着いてるわけじゃないですか、ね、結局なんかマイナスだと思ってたことがすごく大きなプラスになってるじゃないですか、うん、最終的に ね、うんうんうん、ね結局己次第みたいな感じ、そうですね、考え方次第ってやつですねってやつなんですよ、うん、じゃあもう私はもう今大人の立場になっちゃってるじゃないですか、あどうしたらいいのかと、どうしたらいいのかと考えた時にですね、うん、まあでもやっぱりあのスタンドバイミーの子たちの、まあね、うん、あの涙を思うともう、うん、いても立ってもいられないんですよ、うんうんうん、ということはですよ、もうやっぱり寄り添えるだけ寄り添おうみたいな、そう、いやそれだよ、ね、それそれ、うん、はい、なかなかねそんな風になれないから多分、はい、いやこれも半端ないっすよ、リュウシュンさんマジ半端ないっすよ、うん、いや半端ないっすよ、うん、いやスタンドバイミーしてください、
スタンドバイミーします。スタンドバイミーが大事よ。私は、うん、私はあのね、中学校の時にちゃんと黒歴史を頼れる取ってしまうような愚かな人間なので、いいよそんな何回も言わなくて、黒歴史なのに、はい、そんなここぞとばかりに披露しなくていいよ、うん、少年の歌を分かったような気で聞いてる、何もドアを開けない少女だったので私も開けてくれよ、ドアの一つも開けない少女だったので開けてくれよ、はい、このね、開けまくった人にはやっぱりちょっと全然 ね分かんないですけど、開けられずにもじもじしてる子どもの気持ちは分かるので、うん、ちょっとそちらにね寄り添うというのが ね、はい、ね自分にできることかなと、ね、はいはいはい、素晴らしい、そんなことちょっと素晴らしいじゃないですか、ね、うん、はい、すごいすごい話めちゃめちゃいい話やないか本当ですか、うん、よかった、いい話うまく話せるかちょっとドキドキしながら、ちょっと新聞記事を目の前に置きながら今ちょっと喋ってみたんですけど、うん、とてもうまく話せてるよ、はい、さすが、本当ですか、よかったです、さすがっすよ、ありがとうございます、うんうん、ありがとうございます、はい、はいはい、まあ、今日私から伝えたいことはこの話でございましたカフィさんもね、今日はなんかいるかな、お伝えしたことがあるということで、この話一応触れてこいよ、一応一応触れてこ、これだとそっちの方が興味ある人多いから、今の日本は、いやいやいや、どうでしょうか、うん、もう終わってしまっているかもしれないから、はい、9月1日にはね、わかんない、いやでも今の心境を伝えておきましょうよ、何の話ですか、カフィさん、あれですよ、はい、バスケワールドカップっすよ、バスケっすよ、ね、全然興味ないやろ一個も見とらんけど、昨日とかやってるから見てって言ったら明日教えて保ってきたからね、うん、おじゃる丸見てたからね、おじゃる丸の方は、あ、そういうこと、うん、保が出るよねやっぱり、ね、バスケ見てくれよ、うん、イーテレ大好きだから、あ、はい、そっか、イーテレではやらんからな、はい、イーテレ赤月、はい、ジャパンですよ、ちょっと今熱々よ今、あ、監督が赤月監督、あ、違います、赤月ジャパンはちょっとなんで赤月ジャパンなのか分かんないけど、あ、なんで分かんないんですか、なんで赤月ジャパンなの、監督はね、あのトム・ホーバスさんだから、トムさん全然赤月かすってもないから、そうかすってないな、うん、で、なんで赤月ジャパンかっていうのは分かりませんけど、分かりませんけど、はい、今日28日でしょ、うん、昨日27日のあれよ、フィンランド戦よ、日本は世界ランク36位だったんだけど、うん、フィンランドが24位なのよ、格上相手に勝ったんですよ、歴史的勝利ですよ、そう、なんかね、日本がヨーロッパ勢に勝つことが17年ぶりなのかな、だからなんか17年ぶりの快挙って言ってて、いやもうめちゃめちゃすごかったんですよ、本当にすごい、それはそう、うん、だって日本ってやっぱり体格だけでそんな感じがね、そうなのよ、もうね、するからね、バスケもうフィンランドの選手なんてもうなんだろう、ポイントガードの人たちとかちっちゃいからさ、もうなんか大人と子供みたいな感じ、うん、なんだけど、うん、いやもうね、うん、すごかった、まあ、簡単にあのルール説明しますと、まあ、バスケってあの1クォーター10分の4クォーター制なんですね、はい、うんうんうん、であのモール持ってる方がオフェンスで守る方がディフェンスっていうんですけど、あ、さすがにわかりますこれ体育の授業でやってるんで、よかったよかった、はい、です、足元はね1回につき2点で、フリースローだと1点ね、スリーポイントラインから打つと3点なんですけど、あ、はいはいはい、わかりますか、わかります、授業でやったんで、はい、よかったよかった、あと24秒ルールっていうのがあって、うん、24秒以内に攻め切らなきゃいけないんですね、はい、セル、うん、あ、何、攻め切らなきゃいけないの、あ、攻め切らなきゃいけない、ゴールのリングに当たるか相手に取られたりとかしたらリセットになるんですけど、まあ、そういうね、はいはいはい、ルールがあったりね、へえ、そうなんだ、そうなんですよ、それは多分習ってるから覚えてないわ、そうなのよ、うん、そうなんだ、で、はいはいはい、そういうね、いろんなルールがある中であのバスケで試合するんですけど、はい、まあ、あの昨日ね、まあ、注目選手、うん、昨日の試合の注目選手はあの河村選手と比江島選手、渡辺選手、ホーキンソン選手、富永選手、渡辺、あ、そう NBA の選手ね、聞いたことあるか、うん、で最初の方私すっかり試合やってること忘れててさ、あの1クォーター目の残り1分30秒ぐらいから見始めたのよ、で日本が優勢で勝ってて、はいはいはい、18対10ぐらいでね、お、日本すごいやんって思ってたら、うん、2クォーター目始まったらなんか日本全然調子が上がらなくなっちゃって、もう相手の流れにグイグイ押されちゃってさ、あらららら、いや、なんかゾーンディフェンスっていうディフェンスやってて、うん、なんかその、うん、ゴール近くでこう自分のゾーンを守るみたいなディフェンス方法があるんだけど、うん、その中に入ってくるとその2人がかりとかで止めれるから中は抑えれるんだけど、外が開くっていうデメリットがあるんですよね、うんうんうん、で外からめっちゃスリーポイント決められてさやばいじゃん、そうで打ったら入んのよ、うん、あの相手選手、ほんと、でしかも背も高いからガンガンダンクとか決めてきて、
そうだよね。そうなのよ。怖。そうなんですよ。でもうね、だから 2クォーター3クォーター終わったらもうね18点差ぐらいついててさ。あ、でやっぱ格上はちゃうなと思っちゃいますね。そうでもその中であのやっぱりね、うん、NBA の渡辺選手とかはもう相手のシュートが入ってもすぐ切り替えて、うん、すぐボール出して速攻につなげたりとか、うんうん、なんか相手のファールってご存知？あのなんか体当たったりとかすると、うん、なんかファールで取られたりするんだけど、もううまく取りに行ったりとかしてて、さすが NBA の選手だなみたいな感じ。冷静ですね。冷静。そう冷静。ですごい声出してたし、うん、なんか比江島選手っていう選手もその2クォーター目3クォーター目にすごいね、うん、切り込んでて中に、でもすごいシュート狙いに行ってめっちゃ決めてて、うんうん、そうでその中ですごい日本にこう流れを戻そうとしててさ、うん、であの4クォーター目ですよもうすみません、ね、昨日の興奮のままでもうホーキンソン選手と河村選手と富永選手っていう、うん、その後者の2人が22歳のコンビなんだけど、うん、若い、うん、その3点がその3人がすごくて、でも流れがこう来たまま、うん、確か3クォーター目が終わって4クォーター目始まって、なんか相手が疲れてシュートめっちゃ外し始めるのよ。お、え、スタミナないんだなんかね、なんか調子が上がんなくなっちゃって、多分流れが日本に来たし、はあ、日本で試合やってるから、はあ、もう何オーディエンスが日本の人ばっかりじゃん、もう流れ飲まれちゃって、はあ、どんなプロでもそういうことがあるんですね。そうそう、でだから外したシュートをもう絶対リバウンドをホーキンソン選手が取って、でもすぐ日本のボールにつなげて、うん、やだ鳥肌。そうで河村選手がポイントガードなんですけど、うん、のなんていうの、司令塔、ボール運んでこうパス回してシュートまでっていうのをやる人なんだけど、うんうん、もうね、うん、めちゃめちゃ切れてて、もうなんだろう、うん、動きがね、そのシュート もう外からも入るし中にも切り込むし打ったら入るしみたいな、え、かっこいい。そう、若干22歳の選手なんですけど、もうめちゃめちゃかっこいい、すごかった。かっこいい、もうなんか惚れちゃうね。そう、うん、スラムダンクのリョーチンかみたいな、うん、もうアヒルの空のソラ君かっていうぐらい、映画の主役になった子じゃないですか。もうめちゃめちゃそうなのよ、めちゃめちゃかっこよかった、ね、すごいプレーめっちゃしてて恋しちゃいますね。そうなんですよ、はいはい、しかもかっこいいんですよ。あ、顔もそう、イケメン大好きなんで。あかんやつじゃないですか。あかんやつやね。はいはい。そう、ほんで、あかんやつじゃないですか。なんだっけ、あ、そうそうそう、富永選手も22歳なんだけど、うん、なんか彼はあの愛知県出身で、あら、まだ大学生なのよ。でアメリカの大学でプレーしてるらしくて、すごい。その人、アメリカの大学、めちゃめちゃスリーポイントが入んのよ。もう生粋のスリーポイントシューター、打ったら入んの。ね、そうで、その4クォーター目もめちゃめちゃ入ってて、外から打って、うんうん、でしかも、うん、なんか私も学生の時スリーポイントシューターを目指して練習したんで、うん、あのなんかフォームが決まんないと入んないの、この何取ってすぐ打つって、はいはいはい、私は入んない、はい、だけどもう、はいはいはい、富永選手はもうすぐもう取って打って入んのよ。はあ、やっぱ経験者ゆえにその難しさがね、より分かるという、え、その感じで入るみたいな、え、あれめっちゃ難しいのにみたいなね。そう、もうなんかちょっと相手との隙間ができたら打つみたいな感じで、それで入るのよね、うん、はあ、もう炸裂してました。一瞬のだって気の一瞬の気の迷いでずれるわけですよ。そうそうそう、もう信じてまっすぐそのね行かなきゃいけないわけ、ね、そうなんですよ、ね、もうスッと、うん、スッと入ってましたから。だからその技術だけじゃなくてその精神コントロールも半端ない、うん、そうすごかったってことだよね。そう、もうすごかったんですよ、もう本当に。で、ね、4クォーター目でもうバリバリに逆転して、半端ないですね。そうなのよ、で10点差で勝ったのよ。何ですか、その楽しい。やだ、本当にスラムダンクの三能戦かっていうぐらいめちゃめちゃ盛り上がったんだよね、一人で、ね、それはもう、そう、いや、それはもうそうなりますよ。いや、もうすごい、広瀬すずちゃんも大喜び、もうそう、大喜びしてました、会場で。広瀬すずちゃん、そうですよね。そう、すごかったんですよ。すずちゃんの笑顔でまた頑張れちゃいますね。頑張れちゃう、頑張れちゃう。うん、すごかったのよ。で、そう、次がオーストラリア戦も、あのね、放送されることでもう終わってるんですけど、次、世界ランク3位なのよ。あー、ちょっとそれは。そう、まあ、どうなるか分かんないですけど、ね、まあ、ね、うん、もうもしかしたらもう終わってるかもしれないけど、ね、もうね、祈って
まだ残ってることを信じて、うん、決勝トーナメントにね出れることを信じて、うん、私は、はい、うん、もうでも日本が、うん、あの残ってても残ってなくても決勝トーナメント見たいなって思いますね、うん、なるほど。そうそうそう、それはね、バスケ、バスケの心がね、そうですね、カッピーの中もね、もうすっごいバスケしたくなっちゃってさ、はい、もうね、あの、なりますね、地元で参加できるサークルをね、あの勢いで探しております、うん、はい、もうあなたの行動力もすごい。いや、そんなことないよ。いつもいつもまだあのできてないんで。あなたの行動力もリュウシュンさんの気をついてますよ。そんなことないよ。そんなことないよ。出家できないもん。それは半端ないっすよ。いや、花屋やりながらじゃバスケのサークル探してんでしょ今、ね、そう。花屋。花は好きになったんですか、ところで花屋勤めて数ヶ月経ちましたけど。まあ、好き。あ、好きになってきた。うん、好き好き。すごい熱意を感じない好きだ、ね。好きだ。全然気持ちが伝わってこなかったけど、めちゃめちゃ好きですよ。好きにはんな、うん、あ、めちゃめちゃ好きなんだ。めでてる、めでてる、すごいめでてる。そう、花もめでながらちょっとバスケもねもう一回シュート決めたいなって思いました、うんうん、すごいなんかバスケの熱量と花の熱量すごい今差を感じたんだけど、いやいや、昨日の今日だから、まあまあ、昨日の今日だから、ね、もう熱々だから私、花屋の勤め帰りとかだとね、もう花あってって感じですよね、とかって勤め帰りですけど、花花、ね、って感じで行かせていただきます。勤め帰り何回昨日のバスケの熱の方が勝っちゃったよね。まあまあそんなもんですよ。次の試合が楽しみすぎてね、うん、はい、いいですね。そんな感じで、はい、私の話は以上でございます、はい、あ、よかった、でも聞いといて面白かったです。本当ですか、すい見ますか次、うん、うんうん、うん、みんやおじゃる丸やろ。じゃあそれ絶対おじゃる丸のやつ。でもおじゃる丸と時間かぶってんの、それも知らないんだけど。いや知らないよ、すごい適当に言ってます。おじゃる丸って夕方じゃないの。夕方、夕方でしょ、バスケ夜だから、うん、見てくださいよ。あ、そうか、うん、見ないな、諦めよう。あの WBC はすごい応援してたのにな、うん。私も甲子園がね、今年甲子園はすごい楽しかったです、うん、じゃあその勢いで全部見たわけじゃないけど、うんうん、その勢いで面白かった、すごいバスケも高校生の男の子たちも可愛い、本当に。大人だっていいぞ、大人だっていいぞ、大人、うん、ああ22歳のイケメンがね、イケメンを見てください、パカパカと、うん、パカパカと切り込んでいってるんで、はい、パカパカ、ね、はい、うん、ぜひご覧ください。でもバスケって、はい、あの展開が早いじゃないですか。そうですね、だから見てて楽しいなと思いますよ。楽しいよ、燃えるよ。ねえ、うん、うん、燃える。あの、うち弟がハンドボールやってたんですけど。ああ、そっかそっか、そうだよね。ハンドボールも何なんていうか近いものがあるじゃないですか。ね、試合展開の速さ的に、うん、うんうんうん、やっぱりあの面白かったもん見てて。あ、サッカーはさ、サッカー面白いよ。すいませんけど。面白いよ。いや動かんけど面白いやん。1点がこう決めるじゃない試合を、うん、えーって、うんうん、えーってなる、分かんないからさ私さ、いや私も分かってないよ、ルール技術とかさ、まあね、で今誰の何があったからシュートが入ったから、実際すごいのはこのシュートしたシュートじゃなくて、うん、アシストした人とかね、この人のアシストとかさ、うん、そういうのが何分かってきたらもっと楽しむんだけどさ、うんうん、分かんないからさ、うんうん、隣に解説者とかいたらさ、うん、あの面白いかもしれないけど、じゃあ今度一緒に見よう。解説はできないけど、教えてくれるの、え、教えれないけど、できない、教えれないけど、あの雰囲気だけね、うんうん、雰囲気を作ってくれるってことか、って、うん、雰囲気だけ雰囲気だけ作れるよ。任せんちゃい、そのそれがどんなもんかちょっとでも確認したくはなってきた。カッピーの雰囲気作りっていうのがどんな感じなのか。一人だとすごい燃えてるから、ちょっとそこには興味が湧きました。あ、本当ですか。じゃあサッカー、雰囲気を作って、なんかの機会でサッカー見ましょう。そうですね、サッカー、はい、ぜひよろしくお願いします。サッカーの魅力を私に教えてください。オッケー、はい、任せんしゃい、はいはい。ね、今日のところはそのサッカーを今度一緒に見るというところで話が落ち着きました。バスケどこ行ったんや。すぐ見れる。バスケ関係なくなっちゃった。ハライチのネタみたいな、バスケ関係なくなっちゃった。本当じゃないか、うん、ハライチ大好き、本当に、ね、ハライチ大好きですよ、うん、大好きですよ、はい、じゃあハライチの話が始まりそうなんでちょっとこれ終わっておきましょうか、はい、終わらなくなっちゃう、ね、はい、では終わらなくなっちゃうんで、はい、ではね、エンディングに入らせていただきたいと思います。はい、はい、エンディングです、はい、この番組ではお便りを随時大募集しております、はい、各コーナー宛てでも結構ですし、普通オタ、ね、特にバスケ見てた方とかちょっと良かったら、ね、感想とか、本当に、あとサークルとか教えてください。
マッキーがどこに住んでるのか伝えなかった。地元じゃないとダメな。地元さすがにね、飛べないな。さすがにちょっとね、はい。はい、俺今サークル行ってっけどマジこんな感じで楽しい。あ、ぜひぜひ。話とかでも全然、ぜひぜひ、はい、教えてほしい。はい、教えてほしいです。はい、はい、あとサッカーの魅力はうまく伝えられるちょっと方教えてください。ぜひ。はい。はい。あ、はい。あ、でもあのブルーロックってアニメを1話だけ見たけどあれはちょっと面白かったな。あ、そうなんだ。サッカー？今サッカーのブルーロックってすごい話題になってる。うんうん、あれを1話2話ぐらいアマプラで無料で見れる範囲まで見たんだけど。すごい面白かった。 そうなんだ。あれはちょっと興味があって、見たことない。はいはいはい、はいはい、そして、お便りの宛先は番組概要欄に記載されている投稿フォーム、はい、もしくはメールアドレス、はい、カピコエラジオ @gmail.com まで送ってください、はいはい、送ってくださった方には番組特製ステッカーをお送りします。イエイ、元気、今日は元気。はい、お便りどしどしお待ちしております。はい、はい、そしてですね、この番組は YouTube とスタンド FM というアプリでですね、配信しております。はい、はい、チャンネル登録まだの方は、ま、日本人の方ではもうあんまりないかなと思うんですけれども、昔69人、ね、まあ、ちょっと言葉が日本語やからちょっと海外の方になかなか登録してもらえるのかなと思いますけどね。はい、はい、まあね、まだまだだよっていうね、あとわずかの国民の方もぜひポチッと。めっちゃ人口少ないじゃん。お待ちしております。はい、日本語を勉強したい海外の方もぜひポチッと。すごい勉強できるかも、はい、できるかもしれませんよ、はい、名古屋弁というものを教えてあげますよ、私が。お、はい、ドエデア教えてあげますよ。なかなか言えてないじゃん。はい、ドエデア教えといたるよ。はい、何だっけ。はい、もういい、お伝えしてもね、うん、教えてることはね、うん、はい、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました、はいはい、また来週もお会いしましょう、はい、はい、ではお会いしましょうね、はい、おやすみなさい、はい、おやすみなさい。あ、今日色艶がある声でした。あ、はい、今日お休みだったんでね、今日ちょっと元気にお絵かきしたり本読んだり楽しい一日でしたんで、よかったでございます。喉が潤った。はい、おやすみなさい。